誰でしょうか。今回紹介する作品はこちら、牛音虎のセルガです。こちらのセルガは1992年から販売された OVA のセルガです。自宅の蔵で獣の槍に封じられていた虎を見つけ、その槍を引き抜いてしまったことで、あやかしとの戦いに巻き込まれていく物語。いがみ合っていた牛と虎の間に戦いを通して生まれる絆は見どころですよね。おすすめなのでぜひ見てください。作品の詳細はラクザ NFT マーケットプレイスにてご覧いただけます。